な、ヤッコー。ゆっくり散るのだよ。今回はあたいがやっていくよ。前回で氷の洞窟にはまだ行かないって言ってたけど、今のところ洞窟はそこしかないから仕方なく突入するよ。じゃあ、レッツゴー。さて、フランが前回来たところまで来たよ。じゃあ、探索していくよ。まずはあのスライムでも倒そうかな。ロープに捕まってる時は松明持てないから暗いな。あれ？確かに引いたはず。え？何そのシンクロ？それであたいに勝てると思うなよ。やったね。じゃあ、松明置いて探索の続きだ。待て、スライム。スライムしかいないのか。もっと強いの来てもいいのに。よし、進もう。お、これは、トラップだね。トラップを持っていると仕掛けが見えるよ。まあ、あたいはこんなのには引っかからないけどね。これがスイッチだな。スイッチは少しわかりにくいよ。じゃあ、どんどん行くよ。穴が多いし滑るから落ちないように気をつけないと。お、これは、やった、鉄だよ。鉄はいろいろなものに使うからたくさん取っておいて損はないよ。って霊夢が言ってた。この奥に空洞もあるな。何もなかったよ。ここにもトラップがあるな。よし、ここはわざと踏んで華麗に避けてやるよ。痛い。ちくしょう、こんなはずじゃ。くそー、次こそは華麗に避けてやる。よし、今度こそ。よし、かわせた。まあ、こういう風に踏んでもよければ問題ないよ。だいぶ下まで来たな。お、コウモリだ。コウモリも地形によっていろいろな種類があるよ。って霊夢が言ってた。なんか倒しにくいな。思ってたよりも硬いし。倒せたよ。じゃあ、もっと深くまで行くよ。背景の変わり目まで来たよ。この上に行くために投げ縄を使うよ。投げ縄は投げたところにロープを設置できるよ。じゃあ、投げるよ。あ、失敗しちゃった。もう一回やるか。今度こそ。よし、今度はうまくいったよ。さてと、ここからが一気に難易度が上がるから、行こうか行くまいか。まあ、ちょっとだけなら。うわ、いきなりスライムか。くそー、モンスターが多すぎるな。では、やばい、真っ暗で何も見えない。一旦退却、できない。まずい、こんなところで死ねるか。よし、回復薬を飲んで、このままやり過ごそう。コウモリ目。ふう、落ち着いたかな。やっぱりまだ無理だな、早く帰ろう。その前にちょっと整地。すごくスライムが荒ぶってる。ロープを伸ばしてっと。うわ、上からなんか。やばい、このままじゃやばい、主に値がやばい、これでアイテムロストしたら。急ぎ値、大丈夫だ、すぐ行けば問題ない。そうだ、マリサから教わった薬を作っていこう。確か、この素材でできたはず。そうだ、ガラス瓶を設置してなかった。よし、これでできるはずだ。ってあれ、クラフト表示が出ない。そうか、水がなかった。もういい、このまま行ってやる。いや、待てよ。そうだ、木の棒ともう一つガラス瓶を持っていこう。これで途中に水溜まりがあったら作れるはずだ。よし、あたいにしては明暗だ。途中で死んだら意味がないから慎重に行こう。夜だけど問題ない。よし、準備はいいか？よし、突撃。くそ、ゾンビがドアの前に。そこをどけ。防具がないから一撃が痛い。くそ、武器ぐらい作るべきだった。撤退するか？いや、ダメだ、突き進む。悪魔の目が同じスピードだから突き放せない。とにかく急げ。悪魔の目は移動しながらでも倒す。でも、ここからが問題だ。雪原のゾンビは普通のよりも能力値が高い。
必死で避けながら行くしかない。く、体力が残り半分か。モンスターが多すぎる。でも行くわけにはいかないのだ。落ち着こう。とりあえず木の防具を作るよ。だいぶ経ったけど大丈夫か？あ、木の剣も作ればよかったな。まあ、これでなんとかなるはずだ。よし、やっと着いた。って、下からも来るのか。体力的にまずい。少し様子見だな。うわ、登ってきた。なに？上にもいるだと。くそ、またダメなのか。よし、突破したぞ。間に合ってくれよ。なんとかたどり着いた。やった、まだある。ふう、疲れた。さて、今回はここまで。次回は砂漠の向こう側に行くよ。では、ご視聴ありがとうございました。